お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの攻めカードのみでやっていきたいと思います。さあ、というわけでどういうことかと言いますと、グラララにはね、ユニットの、まあ、説明欄に攻撃目標っていうものがあるんですよ。で、こう空中とか、まあ、地上とか、まあ、地上のみとか、まあ、いろいろね、攻撃目標が書いてあって、そのね、建物のみですね。まあ、なので基本的にゴーレムとか、またジャイアントとか、まあ、なんだろうな、それこそエレジャイ、バルーン、ホグ、ロイホグ、エリゴレ、ロイジャイとか、まあ結構あるんですけど、まあ、相手のユニットに攻撃できないカードですね。まあ相手のタワーを折るのに長けてるカードですね。まあなんで、基本的に相手のホグとか、まあ何でもジャイとか来たら溶かせないですね、この時は。まあ攻撃することしかできないので、まあこのデッキでじゃあ勝てんのかって話なんですけど、それやってみなきゃわかんないよねっていうので、さあ今日はこちらの攻め方のみでやっていきたいと思います。でもなんかスケバレのね、落下ダメージとか、まあ、ラムのこのなんか縄投げてるみたいな、ああいうダメージは許してください。はい、まあ、それぐらいのダメージなきゃね、もう守れないんでね。さあ、こういうね、もうプリンセスとかもね、処理できないです、僕。あの攻撃できないんでね。まあ、ラムのこのダメージだったり、まあ、エレジャイのカウンターだったり、まあ、そういったダメージでなんとかしていきましょう。なんだ、ゴブリンバレルもえぐいですね。まあ、アイゴレでちょっとだけダメージ抑えたいなみたいな。いやー、いて、全然抑えれんじゃん。でもこれさ、あ、来ました。相手イーフェ使ったんで、俺端前エレジャイするだけで相手辛い説があります。はい、行きます。熱いです。まあ、攻めは優秀なんでね、こういう相手が施設で守ってくる相手にはちょっといいかもしれないですね。あ、でもこれさ、カウンターで、しかもこれなんならホグ系で、このバルキリーも、あー、ちょっと待って、すごい、ホグが。そう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 。いや、これいいよ。で、バルキリーが嫌なので、これもさらに抑えてきます。あ、それやばい、それやばい、それやばいんですけど、攻めカードならいっぱいあるからね、と。いけ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 、さっさ。はい、守れないんですけど、相手の方が守れなかったねっていうので、今だけこの盤面見るとめっちゃ強いじゃんってなるんですけど、奇跡ですね。なんかね、やったんですけど、マジスパーキーとかエレジャイとか引いたら終わりでしたね。なんかもうジャイスパとかさ、やられた時にはガチで形組めなくて、そう、即死でしたね。ワンパンされました。守れないんですよ。そう、だから、まあ、絶対勝てない相手も出てくるんですけど、まあなんかこういうデッキはなんとかなんのかな。まあでも結構ね、許容とかが上手くなりますよ、こういうことしてると。こういう防衛とかもアイゴレ誘導とかホグ系とかラム系とか、なんか細かいとこですけど、よいしょ。いてーよ。さあ、これちょっとうざいぞ。エレジャ行って、相手インフェもね、起きにくいからね、こんなになると。でさ、これね、バルーン行くと、もしロケット撃ったとしても、タゲを取れてるので、さ、ロケが入らないというか、オッケー。で、これなんならね、バレル来てもいいように、ホグで釣りながら。いや、めっちゃいる。相手の陣地、バルキリーが。いや、あれ、ちょっとやばいな。そうそうそう。いや、勝った。さすがにもう勝ったでしょう。さすがに勝ったでしょう。よいしょ。ちょ、ダメージ抑えれるなら抑えたいっていう。抑えれなかったら、まあ、しゃあなしと。さあ、エレジャイ。いや、これでもなんか、相手普通止まんないっすよね、こんなんされたら。ワンチャン真ん中インフェ。いや、来ない。いや、ラム、これ、このデッキの本当救世主というか、重要なのはラムですね。もうラムでゴブリンバレル防衛とか、まあなんならラムはね、ホグとかバルーンも抑えれますので、まあ時間稼ぎながらのプリンセスタワーに全頼みですね。さあ、というわけで、まあ、3勝ぐらいいけんのか？いけたら熱いけどな。まあ理論上だって相手の攻めは全部受けるわけなんで、相手の受けるダメージよりも俺がダメージ与えれるかっていうところですね。さあ、ダックプリー。いやー、ダックプリーとか嫌だね。残るユニット。てか、まあ、ペッカとかも嫌なんですけど、まあ、ロイジャイとかに比べるとマシかもしれない。ゴブジャイ持ってくればよかったかな。ゴブジャイの背中のさ、槍で攻撃できるじゃないですか。しょぼいかな。墓石使ったっすね。墓石ダックプリー。いやー、エレジャイか、これ。あちゃくエレジャイですね。ゴリゴリテンプレのゴリ強いやつやん。あ、これ、えぐいっすね。どうしよう。あ、でもこれは、対空最低なんで、いや、そうっすね。行ってよくて、問題は、後ろのあちゃくいを、いや、後ろのあちゃくいをじゃねえんだな。すべてを止めれないっすね。
すべてが止まんない説があります。いやこれラムちょっと頑張ってもらうときやんな。やばい、LJ 嫌いになるよそれ。やばい、意外となんとかならんかな。ラムで今頑張ってます。ラムとコチョババで、いやお願いマジで、一旦は耐えれるんですけど、あやばいっすねこれ。よく考えたらやばいっすね。やばいって、おいお前、やべカリカリすんなこれ。待って、カリカリすんな。なんか一枚あれば絶対、だから絶対守れんのに。これで俺負けんのか。あこれダメだな。ストレス溜まらすわ。久々にというか、あんまないんすけどね。クラロはやっぱ、めちゃ好きだから、どんだけ負けても、どんだけボコボコにされても、そう、やっぱイライラはしないっすけど、なんか、自分にこれはイライラするっす。何もできない自分に。うん。小嬢ババをさ、ええ感じになんか、いやー、攻めは通るんだよな。いや、このパラはちょっとヘッポコだな。ちょっと待って、これやばい。でも守れねえ、マジで守れ。ちょ待ってこれ。ちょ待って、エレジャイ。おーい、エレジャイ、やめてくれって。無理だろ、こんなん。すれ違ってるだけやないか、おい。おーい。いやー、待てよ。これ待ってよ。ゴブジェイの背中必要か？ちょ、背中必要な気するな。背中連れてきます。ちょっとホグとね、さよならします。交換します。さあ、これでね、ゴブジェイの背中で一応攻撃もできるようになったんで、エレジャイも最悪、ラム防衛とゴブジェンの槍でね、守れます。よいしょ。えい、ー。いいね。いや、もう守っとるやないかいってなるんですけど、攻めてるだけなんで、許してください。おお、熱い。まあ、無理なんです。お兄さん、ホグライダー止まんないんですよ。でもあなた、俺のこのエレジャイ止まるかな止まんないでくれ。いや、止まんなさそうだな。これもう一枚ぐらい来たら行きたいな。対空か？うい、対空来た。絶対4コス。エレキ、溶けてくんねえかな。溶けてくんないで結構やばいっすね。渋いですね。あ、これさ、俺、守れると思ったけど、守れないね。守れないです。いやー。でも、結局は、まあ、2-0 なり、まあ、キング説あるんで、よいしょ。よいしょ。さあ、攻めて。からの、コジョババ、ガイン。いや、これ、2-1 プランあるな。2-1、なんならまあ、3-1、3-2ってことですよね。うん。いや、もう、バルキリーとかもね、きちい。あ、オッケー、そっち咲いた。一旦ステイでもいいけどな、これ。一発、マスク受けても、スケバレ届くんちゃう？あれでこれなんか対応しなきゃいけないっすよね。いやー、吹けるか。いやー、これ。いやー、なんか来そう。やめてくれ。まあ、背中の槍で溶かせばいいか。さあ、で、このバルキリーとかも、ぶっちゃけ痛いんで、僕からしたら。後々響いてくるんで、できるだけね、ダメージをね。うん。攻めカードを、まあ、うまいこと、出す位置だったり、出すタイミングを工夫するだけで、意外と守れるんで、よいしょ。もうこれ知っといて損はないですよね。その小嬢ババとか、アイゴルで逆サイ誘導だったり、ラムのね、受けだったりとか。よいしょよいしょよいしょ。意外と使える技も多いので。まあ、あとこれはもう、形ガッチャンガッチャンゲーミングでなんとかなりそうじゃない？そんなことねえのかな？うん。あ、それ使ったらさ、このスケバレがめっちゃ強いぞ。だもう攻めて。いやもうガイン行くしかない。いや待って。なんか全部残ってる。やばい。やばいな。いや、鬼の許容を。だって、あとちょっとやで。さあ、いや、無理。待って、やばい。待って、危ない。耐えてる。よしよし。いやー、これだってさ、バルーンの真ん中、スケバレオールブレイカーぐらいで、墓石かなんかも崩したら終わりなんですよ、僕。よしよし。崩して、さあ、ラムも行ってあげて、いや、お願い、入って。なんか入ってくれ。お願いだから。オッケー、バルーンの爆弾が入る。ふーい。いやー。まあ、勝ったんだ。俺は勝ったんだ。いやー、まあ、勝ててでかいけどね。ゴレとかラバ来たらやべえのかな？これもしかして。
何が絶望だろうな。あ、だからそう、スパーキーが絶望なんですけど。さあよろしく。こう、まあ、小さなダメージだったらね、やっぱ許容しまくれるんで、どでかいのボンってきた時に、やばいんですよね。まあ、僕がそれ以上にダメージ与えればいいって話なんですけど、やっぱ1枚でも防衛で疲れるときついよね。あー、これ熱いっすね。インフェも使って、このプリンも使ってるんで、このエリジェがゴリゴリっすね。プリンセス処理できて、しかもインフェもないターンなんで、あー、で、これはもう守れないんで、鬼の強で今これ相手ゼロコストがですね。はい。いやー、だとこれインフェがさ、相手きついのと、なんだこのバルーンもね、熱いっすよ。からの、さ、ウォールブレイカーもセパと。おしゃれにね。このセパ、必要あんのかわかんないけど。オッケーオッケー。いやー、これ、どっちから竹取るだろう。バルーンがいいな。あ、オッケーオッケーオッケー。いやー、これ、もうちょっとダメージ欲しかったな。いや、この真ん中インフェ強。で、相手、ウォールブレイカーも、バレル、うん、バレルはねえのかもしかして。ウォールブレイカーあったっすね。まあ、ゴブジャイ連れてきてるんでね。やっぱコスト重いとね、出しにくくなるんですよね、できるだけ。やっぱできるだけ低コストで回したいっていうのがあるものの。さあ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 。攻めのね。攻めのゴブジャイ。しかもバルキリー使った、まあ、ギャングか？ターゲット取ってからのギャングとかなのかな。さあ、これどうしよう。待って、これめっちゃ悩んだ。めっちゃ悩んで、微妙なラム。いやー、痛い。お願い、プリンだけやってほしいな。お願い、ラム。プリンだけやってくれ。いや、でかいでかいでかい。マジでかい。ガチででかいわ、これ。いやー、無理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 。違うんだって。無理なんだって。これさ、でも、バルーン入んねえのかな。え、俺もしかしたらインフェで焦げるこれ。いやー、一発ぐらい。ねじ伏せろ。おー、やばい。いや、こうなってくると、ガチでやばい。で、また、ね、ウォールブレイカーとか来るんで、なんか、どうにか、どうにかしたい。どうにかしたいな。あれなんか、溶けてくんねえかな。さあ。いやー、パフるな。熱いよ。で、インフェの竹を取りたい。さあ、アイゴレとかもね、組みながら。いや、これさ、あるよな。すべて折れないのか。いや、ガインが決まる。いや、これ、LJ 届く、LJ 届く、LJ 届く。LJ 届く。いや、これ、残り2だけでも残しとくとさ、相手からしたらうざいみたいなのがない。で、これ、ちょっと竹外して。いやー、これね、多分耐えれる。多分耐えれるんですよ、マジで。やばい。いやー、この、このスケバレ微妙かも。お願い。やばい。290、やばい。どうにかして、どうにかして。いやー、どうにかして、どうにかして入らんのか。やばい、やばい。これやばい。マジでやばい。やばい。やばい、マジでやばい、マジでやばい。爆破？いや、俺もう行くしかない気がしてるから。これね、守るの多分負ける気がする。お願い。入る。入れ、おぉ、おい、飛ぶねー。危ねー。相手が攻めうっとしてくれた。ラッキーすぎる。いやー、あれ攻めうっとしてなかったと思ってましたね。でけー。さあ、なんとか気合で勝ててるぞ。攻めてるだけですけどね。なんかね、ゴーレムとか持ってきて、ゴーレムの後ろに、それこそね、ホグとかバルーンとか、まあ、つけるのも強そうなんですけど、やっぱカウンター怖いっすよね。カウンターが、ユニット溜まっちゃうっすからね。そうなんすよね。それちょっとできるだけちっこいの入れてきたっすね。あー、五分小屋か。まあ、小屋も無視できるんで、別に僕からしたらそんな嫌じゃないっていう。相手ミスってる。でかい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 。え、でかすぎん？そんなことある？しかも、ヤナメって、今3回ね、サッサッサッって飛びますけど、昔1回サッしか飛ばなかったんですよ。だから昔は意外とね、このヤナメ空振りっていうのがあったんですけど、まあ、ここ最近でヤナメ空振る人は、あ、久々に見たというか、あんまり、おぉ、独特なスキルは。いやー、ゴブジャイでけー。これフリーズされるけどさ、なんとかなりそうじゃない？しかもこれ、俺ぐらいになると鬼の許容で、いや待って、え？ゴブジャイ溶かされるなんてことある？え？おゴブジャイ溶かされるなんてことある？やばいっしょ。まあ、さすがにこれはカウンターですね。相手、だって、ネック、スキラー使ってフリーズ持ってるんで、結構ね、相手からしたら苦しいと思うんですよ。いや、だからここ行きたいんだけどな、真ん中に槍が残るんだよな、これが。あ、散った。でけー。あ、思ったより入んねえな。さあ、オールブレーカーまで行っちゃいたい。ガイーン。
ネクロゴブゴヤスケラですね。で、矢の飴持ってましたね。まあ、スケラはね、意外とラム防衛とかで、まあ、なんとかなるもんなので、まあ、ネクロとかもね。さあさあさあ、守りながら、攻めます。勝手に攻めてくれます。攻めカードしかないんで。わあ、これめんどくせえ。まあ、アイコレ誘導と、ゴブジャイでなんとかできそうですね。メガネとネクロスケラか。これ右に釣ってからの、アイコレ溶けたら左に釣ってあげるか。うん。まあ、溶けるよな。溶けないのか。いや、これあと守れないですね。このタゲだと。なので、まあ、ここはおとなしく攻めるが、うん。吉な気もするが、これちょっとやばいですね。ネクロがやばい。ネクロじゃない。このスケルトンがやばい。スケルトンがやばい。いや、さすがに落ちる。いや、でかいでかいでかい。しかもそこ落ちてくれたら、いや、待って、めっちゃ暇。めっちゃ暇。なんか来るぞ。これ真ん中、エレジャイ。真ん中エレジャイ。いや、施設なくなってからエレジャイか。いやー、悩む。一回おとなしく行こう。一回おとなしく行って。あー、落ちろ。スペルがねえからな、これ。さあ、スケラフリーズ、これ耐えれるのか、俺。お、いや、背中の槍。うん、バレてないよ、バレてないよ。ヤサメが、おーい。さあ、相手のインドラとね、被りましたね。危ね。このメガナイトとかさ、溶かせないですからね。プリンススターに頑張ってもらうしかない。いや、なんか、思ったより、普通に勝てるな。プリンススターが強いのか、結局。でもさ、そう考えるとさ、鬼強くない？プリン。プリンの防衛だけでだってやっていけるんでしょ？俺だって攻めてるだけで。そう考えたらやばいな。防衛がめっちゃ有利だね、クロロ。よいしょ。さあ、これもダメージ抑えたいね。いやー、マジアチャディガーか。まあ、オールブレイカー的なね。的なやつですよね。まあ、それこそだからゴブジャイっすよね。いやー、これさ、アイゴレで送らして、工場で送らして、一発入れさせないみたいな、できるのかなとか思ったんですけど、余裕で無理でしたね。これでもさ、熱くね？このオールブレイカー。ガイン、ガイン、いやー、一発かー。いやー、しかもこれ相手、オールブレイカー？相手オールブレイカーだったっけ？回ってるっけ？回ってねえな。さっき使ってた。でもこれボムがない。これ熱い。しかも相手さ、対空が。いやー、ウッドかファイボか。ファイボだったら終わるけど。一発ねじ伏せてくんねえかな。いや、キングが攻撃するか。うでかい。でかい。お願い、何もつなげないで。何もつなげないで。あー、いや、それはいいね。それはいいや。ナイスナイスナイス。同彩全無視で、なんとかなるから。よしよしよし。これあるぞ。相手が、まあ、分かってたら嫌だな。もうマジアチャの芋で終わっちゃうんですけど。意外とこの、やっぱ施設が、施設デッキって施設ね、これ突破できれば、あつやつやつ。しかもトレモンサイター。いや、この故障もったいないかな。よいしょ。結構ダメージ入るんで。よし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 。さあ、ラムは防衛用に取っといてもよかったかもな。さあさあさあ。いや、これ美味しいな、だから。もう、だから俺は、攻めるんですよね。だからもう意味わかんないけど。もう攻めるしかないので、しっかり攻めてあげて。あ、これバルーン、どうやって守るんだよって話じゃん。うんうん。バルーン守れるもんなら守ってねえよ。ゴブジャイの背中が。バルーン、あ、ゴブジャイ、ウォールブレイカー。あ、すべて入る。え？おや？いやー、守れないんだよね。守れないんだよね、お互い。これ、ゴリチンパンだな。攻めてるだけですもんね、僕。見てわかります？攻めてるだけなんですよ。攻めてるだけなんですけど、勝てるのが、あ！相手なんかトルネ、ミスってんな。ミスったのか？自殺か？いやー、あ、思ったより勝てちゃいましたね。5勝だよ。だって。グラチュレ5勝って、まあまあやる。さあ、ロビパイ、よろしく。知らんけど。まあなんかこの、マジで、盾だけとかにしたら、ジャイ、ロイジャイ、ゴブジャイ、エリゴレ、ゴレ、ラバー、
とかにしたらさすがにもう勝ち目がないと思うんですけど、これぐらいだとちょっと余裕で勝てちゃうのか知らんけど。さあプリンナイト、コカツちゃんですね。コカツはもう相性いいって最初に学んだので、マジラム防衛とまあなんか適当にしときゃ、こういうのにインフェとか使ってくれるんだね。うん、いやーインフェ使ったら熱いね。インフェ使ったらだって始めエリジェするだけだからね俺。はい、止めれるもんなら止めてみな、止めれるもんならね。さあ、いやーガイン、あーでも結構止まるなこれ結構止まっちまうな。さあこれはどう守るかっすね。あーこれ美味しいなマジで。バレルもラムで守って相手のプリンも守れるからさ、俺からしたら結構美味しいっすね。あとこれナイトとかのダメージも工場とかでね地味に抑えれたらいいなーなんて思いながら、うがいーん。いやコカツさん苦しそうだな。大会とかでコカツ使えそうな人にこれでいくか今度さすがに叩かれるよな、さすがに叩かれるよな。さあスケバレとかも飛ばされるだけうざいっすからね。からマルチの上位とかでもかたまに、いや攻めカードしかないやみたいなデッキもたまにいるんですよ。やっぱ攻めれば攻めるだけ相手も苦しいのがありますからね。うん、さあいや抑えながらナイト竹取られてるとか同彩だったら普通に嫌なんですけどね。まあインフェが来ますね。あでもこれはなんか両サイが入全てが入りそうだな。これラムに落としてもらって、いやー熱い、オールブレーカーが入る。あーまあまあまあ、いや普通に勝ったな。もうちょっとなんかハラハラする予定だったんですよそうゴレとかラマとか引いてやべえやべえやべえとかっていうのを想定してたんですけど、ぬるっと勝つっていうでまあ真ん中インフェだけ警戒してね。こいつ壊したらもう相手だって俺のエレジャイ無理でしょ。エリジェイどころじゃないですよ。エリジェイだけじゃないからね、俺の敵はいっぱいいるからね。さあこれラムにね、本当はプリンを溶かしてもらえると幸せだったんですけど、エリジェイの範囲で散るっすね。オッケーイ、フィフィフィ。やっぱこんだけセルカードいるとね、親切1万人とかじゃ止まんないんですね。はい、ということでね、いやー思った以上に勝てしまったな。まあまた気が向いたらね、難易度激鬼バージョンもやりたいかなと思います。ということでお疲れちゃんでした。またね。